こんばんは。ひろちゃんこと矢作ひろみです。2020年に平田村に移住し、ゲストハウス福縁の宿をオープンしました。この福縁の宿は自然に触れ合いながらマインドセミナー、宿泊、イベント、ビーガン料理などを通して、私は皆さんに心身ともに健康でありのままの自分に戻っていただけるようなお手伝いをさせていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあお願いします。さてと、はい、お話ししたいことを自由に話したいこと。じゃあ今日はその、私お仕事をどうにかこうしていきたいんですね、それは思い込みだから、強いネガティブな信念だから、それが人生を作ってるんですよ、ね、その通りの人生を歩んできませんでしたか？その通りっていうか、存在そのものをこう否定されて、結構こんな出来事を繰り返されてきちゃったり、まあそうだね、転々としちゃったりね、お母さん入院して居場所がなくなっちゃったりね、お父さんは結構厳しくてバカだダメだって言われて、家庭を顧みないくせに感情がすごいするので、父は存在しちゃいけないっていう存在そのものの否定が入ってるので、存在していいんだよもちろんこうやって言っていいんだから、私は生きたいように生きたいでいいんじゃないかも。なんだろうね、私は生きたいように、それが一番しっくりきますか？私はもう生きたいように生きたいでいいんじゃない？私は生きたいように生きたいように生きる存在だでね、人間、私は生きたいように生きる存在だ、私は生きたいように生きる存在だ、私は生きたいように生きるでもいいしね、生きているでもいいですよ、生きている、どっちがしっくりくる？私はこれはこうなりたいっていうことですか？で、こうなる、今もうこれがすごくこう入ってんのね、これをこうしたいんで置き換えたりシーターで、私は生きたいように生きるかな、生きる、現在進行形の、いいですか、生きているのがいいですか？いいですね、生きているのがいいですね。生きるだとなんか未来系のような気がするから、もう現在進行形で生きているっていう方が力強いと思う。どうですか？私は生きたいように生きている、生きたいように生きて成功しているとかね、ね、そうしよう。私は生きたいように生きて成功している、これでいいんじゃないですか？はい、じゃあオーリングしてみよう。これは、私は生きたいように生きて成功している、私は生きたいように生きて成功している、はい、ぐっと力入れてください。まあまあ外れますかね。私は存在してはいけない、私は存在してはいけない、ぐっと力入れてください。これは取れないわだから、まあ、生きたいように生きて成功してはいないんだね、今ね。まあ外れたもんね、この外れた感触はここの感触と私は同じく見えました、そのぐらいの力の弱さがあった、力が入ってないわけではないけど、まあある意味いろんなことを勉強したりしているから、生きたいように生きてはいるんだけど、その存在しちゃいけないっていうのが大きいのが入ってるから、そこはブレーキかかってますかね。ブレーキでなかなか前に行けないんですね。私は生きたいように生きて成功している、成功今してないもんね、生きたいように生きてないもんね、干渉されない、私は誰にも干渉されず、干渉をされずに生きたいように生きて成功している、私は誰にも干渉されずに生きたいように生きて成功して生きている、でぐっと力入れてください。はい、ぐっと力です。これはこっちですね。干渉されるって言ったじゃん、いろんな人たちから、親族から、干渉を受けてるんですよ。ああしろこうしろこうしろああしろって。なんででしょうね。引き寄せちゃうんですかね。だから自分がそういうまあ干渉されずに、ちょっとひらがなでごめん私は干渉されずに生きたいように生きて、まあある意味心配だからね、親も周りもだからやっぱりこう言ってしまうんじゃないですか。こうアドバイスだと思って言うんだけど、でもそれはあなたの価値観だからね、私はその価値観はいらないのよみたいな、こう干渉を受けたくないよね。はいね、もうあれはもう大人なんだから、うん、これでやればすごい強く生きていけるんじゃないかな。じゃあもう一回やってみね。あ、私が干渉されずに生きたいように生きて成功している。もう一回確認でやってみましょう。はい、私は干渉されずに生きたいように生きて成功している。うん、ぐっと力入れてください。ね、やっぱ外れちゃうもんね。じゃあこれをオーリングしましょう。オーリングじゃないよ、シートやろうね。はい、じゃあまた深呼吸3回してください。私は存在してはいけない。私は存在してはいけない。はい、ぐっと力入れてください。ぐっとだよ。うん、ね。私は干渉されずに生きたいように生きて成功している。私は干渉されずに生きたいように生きて成功している。うん、はい、ぐっと力入れてください。ぐっとだよ。ほら、強いでしょ。おめでとうございます。よかった。よかったです。はい。それでは。一応ね、これで終わりますけれども、これからね、今こういうセッションしたけど、これからどのように行動していきたいと思いますか？これからは、まずお部屋を片付け、お部屋を片付ける、片付けをして、はい、場をきれいに整え、場を書いとくよ、はい、場をきれいに片付け、どこに書いておこうかな、こっちね、場を整えるね、で来年1月早々、2022年、今までこうカラーセラピーとかそういったものは出してたけど、今度エステの方も再開しますというふうな、で、まあお客様が来るか来ないかはともかく、とりあえず上げていく Facebook、SNS に。で週末だけでもとりあえず、いつでもお客様が来れるように、来てもらえるようにしていく OK です。ブログの上げ方とか私でよければ教えますので、いろいろそういった SNS の活用方法の講座をお願いしたいです。 OK です。 OK です。集団でやりましょう。あ、お願いします。ね、やりましょう。私もそうやって2016年からコツ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 やってきて今があるから、やっぱり営業大事なんですよ。でもやっぱ知ってもらわないとね。まずこれ2つやると動き出すでしょう。あと今日からこれを2つ今日宿題ですね。はい、これをやると。これ最後に写真を撮って帰ってください。はい。はい、でそういう行動をすると。はい、よかったね。頭の中もきっとすっきりしたはずです。だからお部屋も片付いてくるはずです。はい、悶々としてるから頭の中が、だから部屋も同じようにごちゃーってなっちゃう。本当に。いや、つながってんですよ、すべて。そうです。じゃあ私のセッションは満足していただけましたでしょうか？本当にわからない、これだっていうのが全然自分では。そういうふうに思ってたんだ自分のことっていうのは分からなかったので、よかったですね。ありがとうございました。ありがとうございました。あと Facebook でこうつながってもらって、このセッションを受けた方たちも知り合いでなければ、でやっぱり横のつながりも大事で、2週間1ヶ月に1回ぐらいはちょっと近況報告みたいなのをお互いにやろうかと思って、そのうち 3,4 人のグループ作るので。よければ一緒に入ってください。ありがとうございました。じゃあ終わります。最後までご視聴していただきありがとうございました。Facebook、アメブロ、Twitter やってます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。目指せ1000人。またね。